nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, ai wo, ai wo, kanate te yuku, nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, afureru, afureru.さあ、西田愛です。ニーハオ。今日はですね、巷で流行っている中国人メイクに挑戦してみたいと思います。ジュワーっていう唇とさ、ジュワーっていうこのアイメイクがめちゃくちゃ可愛くて、なんか韓国人メイク、中国人メイク、もしかしたら他の国では日本人メイクみたいな可愛いメイクみたいな、そういうのがあるのかもしれないんだけど、憧れるんだよね外国のさ、そのさ、なんだろうな、どこが違うんだろうって思いながらこうやってるんだけど、今日は初めてやるからちょっと服も赤い服とかを着ちゃって、ちょっとなんか中国といえば赤い国旗だから赤みたいな、ちょっと安直かもしれないけど、中国人メイク初挑戦してみたいと思います。可愛く仕上がるでしょうか。ポイントはね、ちょっと白めのお肌らしいので、この前買ったんだけどずっと使ってないフェイスパウダーがあって、これはナイト用で、これを塗って寝ることもできるぐらいお肌にすごいいいパウダーで買ったので、朝晩使おうと思ってたんだけど、買って封を開けてしまって、そのまましまったままで一回も使ってないんで、今日この機会があってよかったです。早速、ちょっと白いお肌から作っていきたいと思います。やっぱり下地はラローシュポゼなんだけど、この前こういうの出たんですよね、 BB クリームバージョン。こっちはツヤで、こっちは全体的なトーンアップ、肌を均一な色に整えてくれるってやつなんで、今日はちょっとこっち使いたいと思います。中国人メイクが流行ったのも去年末ぐらいだから、ちょっと私だいぶブーム乗り遅れっていう感じだけど、まあ30代なんで許してください。ラローシュポゼはね、いい、つけてる間の美肌効果ももちろんあるんだけど、ベタベタしない、サラサラしすぎない、肌その色をカバーしてくれる、で石鹸で落ちるっていうね、落とすのも超楽っていう、本当優秀だと思う。いろんな人がね紹介してるけど、紹介されるだけあるなって思いますね。まあこれ全体的にパーって塗るじゃん、まあ、一応コンシーラーで目の下のクマをカバーしときます。イプサのクリエイティブコンシーラーです。一番上のこう黒い色をまず気になるところにのせる、で指で伸ばす、寒い時温めずにこれ使うとすごいカチコチになってるんで、使う前にヒーターとかストーブの前でちょっとだけ溶かしてあげると塗りやすくなるのよね、このタイプは。で下の2色を混ぜてなじませていきます。コンシーラーはその黒くくすんでるやつをパンって消したいわけじゃん、だからいきなり明るい色のせたくなっちゃうんだけど、まず暗い色で落としてからあげるっていうね、そのワンステップが大事らしいよ。最近の私はね、BB クリームと出会ったおかげで、ほんとベースメイクこのぐらいの時もあるぐらい。これを今からスキンパウダーを塗っていって、ちょっと鈴木園子さんぐらいやりたいと思います。わかんないかなみんな鈴木園子さん私たちの世代はもうみんなドンピシャだと思うんですけど、こういうね白い、なんて言ったらね、お白いみたいな感覚なのかな、ポンポン、ほら見て白で、後でどのみちシェーディングするんで、ここ なるべく顔の中央だけ塗るっていう、そんな感じでいいかと思います。ちなみにこれはエテュセのスキンケアパウダー、フェイスパウダーっていうやつ。私がこれを買った時は売り切れ続出中っていうポップが立ってて、なぬと思って急いで買ったんだけど、人気みたいだよこれ、いい匂いだしね、白い、白くなった、だいぶ白いね、すごい白い。眉毛やりましょうかね。中国メイクの眉毛ポイントは、まっすぐ太く男らしいというか、まあ女性らしさがこのカーブだとしたら、そのカーブがほぼない、まっすぐしたカチッとした、そういう眉毛がポイントらしいです。なので下になる部分、この底の部分から塗るよ、まっすぐ直線。ごめん、分かりにくいからペンシルにします。ベネフィット、ベネフィットのこういうペンシルタイプの眉毛。
だいぶ本来の眉毛のラインからははみ出ますけど、勇気を持ってはみ出ましょう皆さん。カーブを作ってしまう癖で。うん、でもいい感じ。眉毛描くときは黙っちゃうね。こんな感じでいいかな。だいぶ太く濃くなりました。メインマスカラは左メイクのフーミーの、レッドブラウンアイブロウマスカラ。まあ別にしなくてもいいけど、した方が今のペンシルの茶色と私のこの地毛の黒とのね、このギャップが生まれてるんで馴染むよっていうだけの話です。塗ってもらわなくてもいいけど、塗った方が馴染むよって話。ノーズシャドウを塗っていく。ノーズシャドウはルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト、まあ、ルナソルの眉毛と私たちはいつも呼んでますが、これのね2番目の色ぐらいかな。こことここをちょっと混ぜたぐらいの色を、この辺り、この今ちょっと影になってるこのゾーンあるでしょ、ここをさらに強調させるために塗ります。ここ、はいはい、影できました。私鼻低いからね、カーブするようにこう眉毛からこうやってカーブしてくるように塗ると自然になるかも。鼻もちょっとこまだにしたいんで、この辺に鼻が通りました。あ、すごい鼻高っ。横から見たら低いんだけど、すごい。ちょっとこれから取り入れよう、これ普段も取り入れよう。いいじゃん。ここの小鼻が、私はまあそんなに広くない方なんだけど、この小鼻がもうちょっと広いっていう人はここの外側もシェーディングちょっと入れたりするとよりキュッてなると思います。でもともと鼻がこうちょっと長めな印象の人はここの下とかもキュッキュッて塗ってあげると鼻がキュッてこう短くなる、コンパクトになる。で、細い印象だけが、長いじゃなくて細い印象だけがつくと思うんで、自分の鼻の形によってこのシェーディング入れる場所を光当てながら調節してみてください。前にも紹介したキャンメイクのエクロフルールハイライター3番、こういうね5色が1個になっていて混ぜて使うタイプなんですけど、ここの鼻の一番低いところを一番高く見せたいからここに吸って、で唇のここと顎のこことこの辺と眉山の下から目のここまでスッ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 、こっちもスッスッ。まだメインのメイクやってないのにもうなんか顔が出来上がった感じなんですけど、じゃあついでだからちょっともうシェーディングもやっちゃおう。キャンメイクマットフルールシェーディング1番、これはもう結構グリグリってやって大胆に入れていきます。もう大胆に、分かりやすいのはこうして含むじゃん、ここまで塗る。ほらちっちゃくなった、こっちもこの生え際のところをちょっと狭くします。さっきね白いお粉を中心しか塗ってなければシェーディングする手間はその分省けるので、なるべく粉っぽくならないためにも、もう輪郭のところは何も塗らずにシェーディングだけ塗るような感覚に残しといてあげた方が自分が楽かなと思いました。私みたいな丸顔の人はうまくシェーディングとか取り入れたらちょっと顔がシャープに見えたりしていいかも。削れました。アイメイクしていきたいと思うんですけど、ちょっとやっぱりピンクとか赤とかオレンジとかそっち系が中国メイクといえば印象が強いので、今日はルナソルの、マカロングローアイズ1番こんな色のこの子をメインで使おうかなと思います。でまずはこの色をアイホールに塗っていきます。アイホールに伸ばす、こっちもアイホールに伸ばす、まあベース的な感じでブラシにこの色をトゥン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 と取るじゃない。目尻側から
二重幅よりちょっと、はみ出るぐらい塗っていくんだけど、一重とか奥二重の人はこう目開けた時になんていうのはみ出る 2,3 ミリはみ出るぐらい塗ってみてください。二重の人は二重幅よりちょっとはみ出るぐらいで、あんまりラメの強いものじゃない方がおすすめです。マット目なもの、目尻側から目頭側に、目尻側から目頭側に、はい、目尻側から目頭側に、今これ一塗り目で、もう一回同じ色を取って二塗り目、もう一回目尻側からを重点的に、目尻に多く色がつくようにのせていきます。いい感じ。これを下まぶたにも黒目の下ぐらいまでポンと入れちゃいます。黒目の下ぐらいまでポンと入れる。そうだな、色変えてもいいけど、せっかく隣にこのちょっと濃い色があるんで、これを取りまして、目尻側ちょっとグラデーションつけます。ちょんちょんちょん、まあいい感じ、グラデーションになりました。ちょっとだけラメを足そうかな。エチュードハウスのレオパードっていうアイシャドウパレットですけど、この辺りの色をちょっとだけ指でトントンと取って、スッスッとラメをのせます。真ん中だけラメ。そしたら次はアイラインを引いていきます。デジャブのラスティングファイン、ジェルタイプ、ジェルでもなくペンシルでもなくみたいな、密着アイライナーと呼ばれる、もう最近ランキングで絶対1位になってるやつ。これ私だって今もう3種類持ってるよ。黒とモーブブラウンってやつと、あと赤っぽいやつ、ワインレッドっぽい色、3種類持ってる。今日はリアルブラック、黒を使います。まぶたをね、こうちょっと持ち上げて、まつげの際を埋めるように、あんまり横にスライドさせないで、一箇所塗りつぶし一箇所塗りつぶしってやりながら横にちょっとスライドしていく感じ。じゃあちょっと私やったことないんだけど、目頭切開的な、この目頭をねキュッてするようなアイラインを引いてみたいと思います。緊張します。この辺からピッピッピッと、だから今からこう塗りたいから、ここの肉をちょっとこう引っ張りますね。で目のとこからちょっとずつ伸ばしてくる。わお、すごい、やりすぎかな。あ、でもすごい目大きく見えてる、いい感じ。リキッドのアイライナーでしっかりと目尻長めに引いていきます。これはアヴェンセジョリエジョリエっていうリキッドアイライナー、もう普通にドンキとかで売ってるようなやつですけど、メイクさんが使っててなんか質感がいいなと思って買ってはありました。普段全然使わないけど、黒いアイライナー、中国メイクのポイントは長めのアイライナーなので、口から眉毛を結んだ時の通り道、この辺まで、この辺でだから約1センチぐらい目の端っこより長めに塗ります。どうでしょう、だいぶ長めのアイライン。昔体育祭の応援団の時に大げさなメイクしようって言って、それ以来だな、こんな長く引いたの。はい、アイラインが引けたのでビューラーをしてマスカラしていきたいと思います。ヒロインメイクマスカラですの黒いやつ、ヒロインメイクロング&カールマスカラスーパーウォータープルーフってやつ。最近このヒロインメイクマスカラの茶色しか全然使ってなくて、久しぶりに黒使ったけど、やっぱ綺麗だね。なんかダマにならないし、すごい月が軽いし、力半端ない。チークは今回は塗りません。塗りません。代わりにさっきのハイライトとはちょっと違うハイライト、このマックのハイライトなんだけど、ライトスカペートっていうフェイスパウダー、こんなやつ、光沢というかツヤ感を出すために。涙袋はエスティローダーの、もうね、後ろが削れてなんて書いてあったか見えないんだけど、確かチーキーピンクとかいう名前だったと思う。こんな色、普段からこれは涙袋用に私は使ってますけど、大胆に入れます。ぐーっと黒目の下ぐらいまで。
な、黒目の下まで。普段はやらないけど、眉毛の一番この薄い方の色を取って涙袋を強調して描きます。強調された？されたね、いいね。ここまで来ましたらもうあとは仕上げです。仕上げは何かというとリップ、赤く充血したリップ。どれがいいかちょっと分かんなくて、何種類か用意したんですけど、全部普段の私の薄めのメイクにつけるには濃い色ばっかりで、普段はあんまりほとんど使わない色ばっかりです。だいぶ濃いです。この辺をちょっとつけ比べてみながらいい色を探っていきたいと思う。まずはこのチリっていう、マックのチリっていう色で色のトーンを統一して暗めにします。これでもいいけど、フレッシュモロッカンというちょっとダークで、でもラメの入ったチョコレートみたいな色のリップなので、これを重ねます。やかな歯、やかな歯、なんかチョコレート、飲むチョコレート飲みましたみたいな感じ。いいかもよ。ディオールのマキシマイザーのリップグロス、これは10番です。ホロピンクって、ホロがちょっと入ったピンク、綺麗な色。横の方はあんまり無理に塗らずに、真ん中の中心のところがジュワーってなってれば、あとはグラデっぽくなればあのベストかなと思います。髪の毛どうしようかな。最近私ネットフリックスのなんだけど、それネクストインファッションかっていうね、デザイナーさんたちがオリジナルの服を作って勝負していく、そういうコンペティションのやつ見てるんだけど、アジア人がねお二人いてね、韓国人と中国人の方が、その中の中国人の人がエンジェルっていう子なんだけど、すごいファッションとかメイクとか毎回可愛くてね、真似して、髪型っていうか髪の長さも同じぐらいだから、うわ真似したいって思いながらね最近いつも見てんの。その子がやってたような髪型にしてみる。できた。中国人メイクの完成です。白い肌、そしてシェーディングはくっきりはっきりと小顔をキュッてします。で、鼻もヒュンとなるようにシェーディング一生懸命頑張りました。真ん中に光が一本筋がこうなんか流れてる感じ、まあ、正面からライト浴びてちょうどこう立体感が出るように今なってるんですけど、太めしっかりめの眉毛、そして、ジュワーっと充血したような赤みメイク、長めのアイライン、ちょっとこの目頭のとこまでね、とにかくこうなんか目の大きいメイクしてるなっていうイメージがあったので、こう目が大きく見えるようなメイクになってます。黒で締めるところは締めて、でジュワーっと充血したようなこの真っ赤なリップ、どうだろう、いい感じにできたかな。感想そしてコメントよろしくお願いします。初めて挑戦してみました、中国人メイク。コメントとそしてチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってるのでフォローよろしくお願いします。西田愛でした。またいろいろと研究してみたいと思います。ありがとうも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。